こんにちは、ワクシングのリーゼントチャンネル。ナイスリーゼント。今日はですね、スパーリングをしてワクシングが強いと思った選手ベスト3。これね、まあフレアジムに来てから、僕もスパーリングいっぱい見てるじゃないですか、和毛君のね、はい、その中で和毛君がバッチバチにやられた人、僕なりにベスト3をつ赤井さんのベスト3ね。そうだからもうこのフレアに移籍してからの今までの、その中でこれは強いなっていう3人をこれから上げていくので、はい、それについてまあ和毛君にちょっと話をしてもらおうかなっていうね。まあまあ和毛君にとってスパーリングっていうのはそんなにね勝敗って意識はもちろんしてないよね。いやしてないし、なんなら俺本当に4回戦のことがでもスパーリング結構やられるよね。トントンでやったりしますからね。トンでやってるよね。だからまあ僕が和毛君を見て思うのはやっぱりスパーリングと試合っていうのは全然違ってて、今日はこの課題を持ってこういうことをやってみようとかっていうのはまあ見えたりするのよ。だからまあスパーリングで強いから決してボクシングが強いっていうわけではないっていうのは分かってるんだけど、まあその中で俺が見た中でまあ和毛君がやられたなっていう選手をこれから上げていくので、傷口えぐるわ。大丈夫、フォローできるとかするからお願いします。もうそうね、傷をもう一回ね、それでやっていく。じゃあいきますよ。じゃあ第3位ね、これは亀田智樹選手。ああやりましたね。やった。これ4年前ぐらいかな、移籍だからフレアに自分が移籍した直後ぐらいじゃないですか。直後ぐらいだから1年ぶりぐらいのスパーとかそんな感じやんかと、もうちょっとかな。試合世界戦やった後初めてのスパーがそう亀田智樹選手っていうことでお誘いいただいてね、競泳ジムに行ってきたね。やったんですけど強かったね。強かったね。亀田選手でスパ実際手を合わせてみてどんな感じなんですか？やっぱその試合もちろん何度か見てるんだけど、全然やっぱこう対峙した時にイメージが違いましたね。圧力も強いし、もちろん回転も速いんだけど、何よりパンチがめちゃくちゃ強かったんですよ。強かったね。だから多分亀田智樹選手って巷ではそんなにねなんかパンチが強いって思われてないと思うんですけど、自分はうわめちゃくちゃパンチ強いなと思って、これ試合だったら絶対倒されるわっていうぐらい強かったです。まあ俺もまあね、息を追おうと言ったけどね、もうこれは負けたな言うてね、帰りの車の中もいや負けてね、おつやみたいな、負けず嫌いがまた。まあ和毛君は本当にその時は久しぶりのスパーでね、ちょっとそこだけ言い訳させてください。そうね、もう一回やったらわからんよ。いやスパーじゃん、本当のリングでね。俺でもね本当にスパーリングはめちゃくちゃ弱いんですよ。知ってる。まあ試合も大して強くはない。そうだね。スパーリングは本当にねめっちゃ弱いです。やっぱり和毛君、まあここで言い訳するわけじゃないけど、和毛君ってこうパッとやるスパーとかって結構もらっちゃうんだよね。もらう。そう、それでまあ試合が2ヶ月後にありますと、例えばね、そこで何回かスパをこうやっていくうちにやっぱりきっちり仕上がってきて、最後のスパーとかその前のスパーとかになるとまあキレッキレの動きでまあ完成させていくっていう感じ。普段からそんなに強いっていうわけじゃないもんね。弱いです。まあ弱いね。弱いです。はい、わかりました。じゃあはい、じゃあ3位は亀田智樹選手ということで、開いて。じゃあ第2位、中谷潤人選手ね、現 WBO フライ級のチャンピオン。そう、世界チャンピオンですよ。そう。強かったな。まあまあっていうかだって何階級したよ。フライ級だから。バンタム、スーパーフライ3階級もしたよ。3階級もした。よくスパーリング来るなと思ったもん。そうだから俺スーパーバンタム級なのにやるんと思ったけど、だからそれ電話もらってね、階級違いますけど大丈夫ですかねって言ったら、いや大丈夫です、ぜひお願いしますということでやったんだけど、これがまた強かった。強かったですね。やっぱりまあ世界チャンピオンになるだけの。そうですね。いや強かった。身長はね170ちょっとあって、俺と同じぐらいあったような気がするんだけど、やっぱり少し線は細くてね。ああそうですね。でも顔も優しそうな顔してるけど、あの顔に騙された。騙されたね。中谷選手の強いところってやっぱどこですか？やっぱ当たっても引かない強さがありますよね。気持ちがめちゃくちゃ強いですよ。あの顔で気持ち強い。やばいですよ、あの気持ちの強さ。だから。とにかく相手を効かせてやろうってくるしね。そうですね。プレッシャーもしっかりかけてくるし、和毛君がバーンって当ててももう何事もなかったかのように反撃してくるから自信なくなりますよあれも。俺どっちがフライ級やなと思いながら俺もそれ言われたら今それは嘘それは嘘それは嘘2回ぐらいやったのかな。はい、そうでまあボクシングうまいね、うまかったです。うん、やっぱ1ラウンドはね和気君もいいバンバンいくんだよね。やっぱ2、3とかなってくると向こうがやっぱ気持ちの強さで押してくるみたいなところは少し感じたんだけど、フライ級だからね。いやーすごい必要だって本当にそれは世界チャンピオンになりますよね。なるよね。減量きつくないんかなと思います。だからちょっともしかしたら今後はまあ無敗でね、はい、チャンピオンになってるし、ちょっとずつ上げてくるスーパーフライ級もね絶対できると思うから。でスーパーフライ級になるとまたすごい選手いっぱいまた今揃ってるからね、台風の目になるでしょう。まあでかいからね。もうスパーリング来ないでくださいNG 出しとこう出しといたらいいねまあこれもコテンパンにねやられた試合がね1人だよね。いや俺はやられてない。これはどうする言い訳はどうなんかあったかな。これも久々やったかな。その時確かお腹壊してた。いや腕が骨折、両腕骨折してたのかな。確かそうだな。ということで中谷選手が第2位という。まあでも納得のあれだよね。本当強かったよね。ちょっと気に食わんけど納得です。気に食わんけどね。ただ本当顔に騙される。人にこれなんか1位2位とかつけられるとなんか悔しいってもう反論しいやお前。いやいやもうだってその通りだもん。だから悔しい。はい、わかりました。じゃあ1位が気になるわ。第1位。はい。第1位は堤隼人選手。これはアマチュアのトップ選手です。オリンピックには出れなかったけど、スパーリングやりましたっけ？やったよ。これはね面白いエピソードがあるんですよ。スパーリングやった後に和気君はいつも練習一生懸命するんですよ。スパーリングの後もね着替えてすぐ帰ったり、すねて帰ったっていうね。俺の記憶の中で完全に消してます。もうほんま勘弁してもらわんと堤選手練習しよるわけよ、うちのジムでうちの選手がすねて帰っていって「あらしゃーい!」ってどうやったか覚えてる俺にもう今日ボクシングやりたくないってそういう時もあるよ。そう気持ちは分からんでもない。そうもうそれはそれで可愛いよ。やっぱり堤先生強かったね。でもね強かったね正直ね。もう何もさせてもらえなかったもん。やっぱこれ僕が見ての強さだなと思ったらもう圧倒的な距離感。前に出ても後ろに出ても前でも届かない位置でしっかりプレッシャーを常にかけてくるっていうね。本当に何もさせてもらえなかった。これは強かったね。2回ぐらいやったのかな。確か2回やって2回目ですぐ帰ったりすねて2回目帰ったんだ。1回目はなんとか耐えて叩いてる矢尾さんのばっかり。そうメンタル弱メンタル弱強いからケロってねまた普通に練習してたけど。そうですね。まあそれぐらい強かったですね。でまあ堤選手はプロ転向っていう話はないんだけど、まあオリンピックは一応今回東京は出れなくてっていうところでプロに来てもまあ強いだろうね一応ね。いや強いよね。まあ階級はぜひとも変えてもらいたいな。そうだね。俺も逃げるまた準備しないと。いや本当にこれはもうちょっと大荷物しょって逃げなきゃ。まあ堤選手がスーパーバンタムできたら和気君はまあフェザーかバンタムかでねスーパーフェザーぐらい逃げちゃいますね。そうだね。でスーパーフェザーにまた強いの来たらその間に降りてっていうね。もう逃亡するぞあいつ階級コロコロ変えるな言うてお前いいのかそんなこと俺も一緒になって言ってるけど自虐ネタですね。自虐ネタですね。でも堤選手に関してはもうさすが1位っていうことで、これは強いなと思って。本当にね。あとはやっぱブレないね。メンタルもブレてないなって分かるし、ボクシング自体もブレない。少々もらったぐらいじゃなんてことないですよ。そうですね。もう常に相手をこう追い込んでいくっていうことにもう徹底してそれを遂行していく能力というかね。そうですね。そういうのは本当ずば抜けてるなと思いましたね。だからこれ本当に言うとすればもう何もさせてもらえなかったしか出ないですもん。何がすごいとかじゃなくて何もさせてもらえなかった。あんたしたのはもう帰ったぐらい、すねたことと帰ったことぐらい、その日やったことは。そうよ、俺あとは何にもしてもらえなかったっていうね。まあ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 、でもプロのリングだとこれまた分からないからね、正直。そうそうそう、だから試合とスパーリングは違うんですよ。いいんですよ、これはこれで。スパーリングはわけ信号はもう堤にも負ける、やられる、中谷にもやられる、亀田にもやられるでいいんですよ別に。そうそうそう、俺は試合で勝つから、試合で勝てばそれでいいね。試合で勝つからいいんだよ。そうそうそう、黙っとけよ。時にはすねたりもするけど、そうだよ、それはしょうがない。すねてもいいんだよ、試合で勝ってもいいんだよ。またこういう経験を経てまた強くなればいいということなんで、どうですか僕のベスト3、異論ありますか？いや、まあ議論だらけだけど、まあ今日は納得してあげるよ。納得してくれる。まあ他にね、いっぱいあげれば6回戦のボクサーとか4回戦とかいっぱいいるんだけどね、強いボクサー、結構やられたボクサーっていうのはいっぱいいるんだけど、やっぱこの3人っていうのはちょっと別格に強かったなっていう僕の印象がねあったんで、今日はこの企画をさせていただきました。俺ね、ちょっとあと、まあこれ本当番外編で、俺が6回戦ぐらいの時に金子ジムに行ったんですよ。でそしたら清水さんが世界チャンピオン、世界チャンピオンね、そう、あの人にやらせてもらえる機会があって、多分当時日本チャンピオンぐらいで、五十嵐選手とやるんだったのかな、確かうる覚えなんですけど、それのパートナーとして呼んでいただいてやったんですよ。もうね、この領域は何っていうか、もう本当に初めてなんていうんですか、高い壁を感じた。もう当たんないパンチ、もう距離が遠すぎて、もう本当に子供と大人ぐらいの。向こうはパンチ当ててくる、向こうもう本当に余裕でバーンって当ててくるんですよ。こっちは何もできないんですよっていう、まあ当時俺はまだ6回戦ぐらいだったから全然ね、経験もないし技術も何もなかったんですけど、色を染めたリーゼントでね、そう生きてた時やね、その時だったからまあ仕方がないんですけど、だからそれが一番初めに感じた世界の壁、こいつは強えな、そう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 っていうのはありましたよね。でその後その清水選手も世界チャンピオンになって、そう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 、この人でなれなかったら世界ってどんなところなんだろうぐらい強かったんだ。じゃあだから俺は本当によく6回戦だった俺がこういう経験できたなっていう、やられたけど別にそれは恥じることではないし、いい思い出っていうか自分にすごいプラスになって、それを知れたから、壁を知るっていうのもすごい大事だよね。そこに近づいていかなきゃいけないって思うことも大事だし、だからスーパーで俺やられるってことはまた強くなるチャンスと考えた方がいいのかなっていう感じだよね。それじゃいけないと。そうそう、昔の俺はね、昔のね、今はもう壁感じた。もう今はもう本当にトントンぐらいの選手とスパーリングやらせてください。そうせんと俺らもほら変えられたら困るから、もう年も年なんで、もうなんかバーッとスパ終わっていきなり更衣室入っていく、何しようかな、シャワーでも頭でも冷やしようかなと着替えて入っていくっていうね。それをやられたら俺も、その後俺も堤選手とかね、監督とかに「強いですね」笑顔引き継いだから「これワケさんどこ行ったんですか？ワケさんなんかちょっと次なんか用事が今日あったみたいで」みたいな、もう大変よ、大変だった。それすいませんでした。来てもらった選手が練習してんだから、ここその折はすいませんでした本当に。まあまあということで、こういうまたね、いろんなスーパーね、ちょっと時間経ってね言えるようなスパーの話とかも面白いから、そうですね、またやれたらいいなと思います。わかりました、締めてください。はい、最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価並びにチャンネル登録よろしくお願いします。今日もナイスリーゼン。